事件のあたこのゲーセン一体何が入っていたか。ちょっと待ってね。なんかなぁ、入っていた、開けないといけないんですよね。開けないといけないんだよね。開けないといけない。開けないといけない。忍者ランジャーのボタン、一層から虫取られた彼の結婚付着、被告の袴に挟まっていた。忍者ランジャーのボタンって可能性はちょっとあるんですよね。死亡推定時刻は午後8時15分。マフラーで考察後、ナイフで刺される。マフラーで考察後、ナイフで刺される。ナイフが怪しいんだよな。でもあれは持っていけばいいのか。持っていってくても、でも、手袋してないんすよね。手袋してないから素手でいる。いや、手袋、どっちが正しいの？手袋してないんだよね。してないけど、ナイフ取って刺すっておかしいっすよね。どうで、指紋がつかないようにしないといけないんですよね。で、この時ナイフ持ってないじゃないですか。だから、ギターの中にナイフがあるんだと思うんですよ。ナイフ！まだまだ可能性はある。ギリ、ギリ、ギリ残しなんだよ。ナイフじゃないのか。やっぱ忍者なんじゃのボタンぐらいしか思いつかばないんすよね。グラスはありえないし、忍者なんじゃのボタンかな。忍者なんじゃのボタンでいきます。ボタン、あれあれむずトノサマンの衣装が入ってたってことなのかな。トノサマンの衣装が入ってたんじゃないかなと思ってんですよ。トノサマンの衣装自体は大トロさんが来てたから、トノサマンの衣装を着ないといけないのよ。出るときにトノサマンの衣装を着て出ないといけないから、その衣装は大トロさん来てるから、トノサマンの衣装だ！だ！これで外れたら終わり！よっしゃー！よし！たどり着いた。これは写真ではないですか。もちろん重要なのはそこに写ってる代物です。写ってるもの、まさか。考えるまでもありません。あのギターケースの中には、殿様、へい、その着ぐるみが入っていた。じゃないとおかしいもん。そう。2個ないといけないんで、これは一体どういうことなんですか。少年はギターケースを開けて着ぐるみを取り出した。一体何のためにそんなことを。それはもちろん着るためでしょう。その中に隠れて現場から逃げるためです。顔を見られるわけにはいかなかったでしょうからね。おっしゃ、当たった。ほらやりよるな。俺はやはり、やはり僕はやりよるな。逃げられねえぜ、俺からは。バカな！そんな証拠あるのか。控え室の外ではスクープを狙うカメラマンがいた。大手実際写真を撮られてるじゃないですか。それが、この写真だというのですか。もう、勝利の V サインしてますか、私は。静粛に。またややこしいことになってきましたね。さすがね、なるほどくんでしょ。頭で考える先に口が動いてしまいました。ほんとそうっすわ。考えてる前に写真をポンって落ちちゃってましたからね。証拠提示に。
ふむ、真犯人は着ぐるみの中に入って、ちょっと待て、殿様の着ぐるみは大トロ信子のものだ。なぜそんなものが被害者の控室にあるのだ。しかもギターケースの中に隠されていたなど。そうですね、確かにちょっと不思議です。弁護人、あなたの考えはいかがですか。ちょっと待ってよ、ギターケースの中の殿様、この着ぐるみ一体別のよね。だってさ、大トロさんのは来てるんだもんね。大トロさんのは来てるから、で一着しかないから、別の着ぐるみを用意したしか考えられないですけど、ね、こっち。休憩中、大トロさんは着ぐるみを脱がなかった。それならば当然別の着ぐるみだったことになります。なんだと。では事件当夜、ホテル万堂には殿様の着ぐるみが2枚あったということですか。そうです、そういうことになります。しかもギターケースに入っていたということは、被害者の藤井美濃勲が計画的に持ち込んだことになる。しかし一体なぜ。被害者の藤井美濃勲さんは忍者なんじゃの役者さんです。殿様の着ぐるみをこっそり持ち込んだ、その理由は一体何ですか。殿様の着ぐるみを着て藤井美濃さんがショーに出ようとしたのかな。なんかそれぐらいしか思い当たる節がないっすけどね。なぜそこで考え込む。貴様、今まで適当に考えながら喋っていたのか。え、そんなことは。弁護人、教えてください。もう全部聞いてくる。もう、なるほどくん、大丈夫、あなたならわかるはずよ。よく考えて、そして勇気を持つな。ちょっとね、僕の中で考えたいことはあるんですよ。僕はね、これだと思うんですよ。結局告白するって言ってたんじゃないですか。でも殿様にはとかマネージャーにはその話がなかったから、藤見のさんが殿様の格好をしてなんか言おうかなと思ったんだね。いけ、これっきゃねえよ。これは何ですか。事件当夜、アトラクションショーの後、殿様による記者会見が行われるはずでした。記者会見、殿様が何かを告白するという内容です。確かにそんな報告は受けている。しかし不思議なことに、大トロさん自身は記者会見のことを知らないと言っています。キリオも知らんもんな。それは一体どういうことですか。答えは一つしかありません。会見をセッティングしたのは藤見野さん。そう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 、それその通り。2代目の殿様の着ぐるみはそのために用意された。伊沢さんは殿様として記者会見をしようとしたのです。そうです、それです。殿様になりすまして記者会見を。しかしどうして被害者はそんなことを考えたのですか。それは分かりません。ただそこで気になるのが記者会見の内容です。殿様が何かを告白する。告白とは自分のことを喋るものだ。つまり藤見の伊沢さんは殿様の着ぐるみを着て大トロ信吾のことを語ろうとしていた。そうなりますね。もしそうだったのなら、それは告白とは言わない。告発ではないか。まあね。分かってもらえてありがとうございます。ふぅ。証人？さすが皆さん、プロですね。何ですか？おっしゃる通り、記者会見は藤見野がセットしたもの。最初から言えよ、だから。なんで後から言うんすか。もういつも言うけど、最初に言ってよ、それ込みで。なんで最初から言ってくんないの。よくたどり着いたわねっていうスタンスをやめてもらえますかね。勝利、説明お願いします。藤見野に頼まれて記者会見の手配したのは私です。二代目の殿様を用意したのも私。あなたが。藤見野は忍者なんじゃに全てをかけていました。もし今年のグランプリを逃したら、その時は、大トロ自身を失脚させてやる。そう考えていたようです。失脚ですか？どうやら藤見野は、大トロの芸能生命を絶つような秘密を握っていたのです。おー、興味ありますね。どんなんでしょうか？ベッキーみたいな不倫かな？まあ、大体不倫でしょうね、こういうのは。大体不倫です。
か、納税して申告してなくて納税してなかったかどっちかですね。証人大トロさんの秘密をすれば一体言えや言えや、こらもうバカなんのかなこいつ、言えや、後で失礼とかなしや。そう言っとくけど、ああそうですか、私皆さんに疑われるような態度だったかもしれませんね。でも仕方なかったんです。大トロ信号をかばうためでしたから。大トロさんをかばう、どうやら私たちの知らない事実があったようですね。証人、あなたの行動について本当のところを、だから最初からそうせえっつったんだよ俺は。いや最初からそう言えっつってね、わかりましたじゃなくて最初からそれを言えばいいんだよ。だから こっちもこんな苦労せんねん。大トロをかばったこと、現場を見た瞬間から大トロが犯人だと感じました。大トロは何としても不死身を殺害しなければならなかった。その告発を止めるためか、それに彼には犯行時刻のアリバイもありません。決定的といえばやはり証拠品、あのボタンやナイフ。私大トロのマネージャーだから彼を守らなければと思って。いやもう作られた証拠やんそんな。ふむ、確かに全て揃っています。でもさ、その時点であのボタンが袴に入ってるって知らんやろ。まずそこおかしいじゃん。私ロジックでものを考えるタイプですから。でもねえ、あのナイフがあったからってねえ、大トロさんとは限らんし。いやそりゃ早計やろ。ついに本性を表したわね彼女。危険な状況、とても。この証言に問題なければ判決を圧すことも可能でしょ。いや、今までの嘘はよ。今までの嘘はよ、こら。いつもね、いやいや、違う。逆転してねえって。こっちが追い込んでんよ、つ。全然逆転してないけど。彼女のロジック、必ずひっくり返す。ちゃぶ台のようにひっくり返したるわ。大トロをかばったこと。現場を見た瞬間から大トロが犯人ね。まあ。それは勘というやつですか。あなたと一緒にしないでください。なんやねん。犯行を立証するには3つの要素が必要です。3つ、動機、犯行のチャンス、そして物的証拠。それらを考えれば答えは明らかです。知ってたかしら。なるほどくん、学校で教えてくれませんでした。続けてよろしいですか。大トロは何としても不死身の殺害しなければならなかった。まあ、それ告発を止めるためですよね。あなたの言う殺害する理由、やはり記者会見ですか。そう、なぜ不死身のがあの場所で会見をセッティングしたのか。得意の絶頂にいる大トロに決定的なダメージを与えるためよ。あなたはその計画を知っていたのですね。はい。会見や着ぐるみを手配したの。いや、それ、そうしたらよ、大トロを守るってことにはなんねえやろ。大トロを守ることにはならないと思うが。でも、その会見のこと、大トロさんは知らなかったはずです。さあ、それはどうでしょうか。知らなかったという証拠でも見せていた。もう、ずるいわ。お前も知ってた証拠出せや、じゃあ。お前も誰、知ってた証拠出せや、こら、おい。そんな言うなら、とにかく確証がない以上証言として認められません。わかりました。証人、証言、そう。苦し紛れってこういうことを言うんですよ。お前、その動機も知っています。確証はありませんけど。あなたは大トロさんに恨みでもあるんですか？どうしてでしょうか？藤村さんの記者会見、あなたが手配したんですよね。そう。それはつまり大トロさんを失脚させる手伝いをしたことになる。だから、そう、大トロさんのためにって、じゃねえじゃん。いや、今裁かれているのは大トロ慎吾だ。この証人が何を考えて被害者に手を貸したのか、それは問題ではない。とにかく大トロ慎吾には動機があった。まずいな。それに仮には犯行時刻のアリバイもありません。まあね、寝てたからね。でも、あなたは証言したじゃないですか。大トロさんは控え室で昼寝をしていたと。あれも彼をかばうためについた嘘だというのですか。そんなことはありません。私が呼びに行った時、彼は確かに寝ていました。でも、ずっと寝ていたかどうか、それは知りません。
私はステージのセッティングをしていましたから。ふむ、聞けば聞くほど隙がありませんね。誰か、おう、うっさいな、おっさん、こら。怒られたね。